はい、どうもこんです。ということで今回はこちらのマルドゥミッドレンジを紹介したいと思います。今回は恒例のランク6連装シリーズのデッキですね。元リストはこんな感じなのですが、メインボードの枚数をきれいにして、アドベンチャーデッキがちょっときつかったので、サイドにドラニスのハンジをがっつりと追加しています。基本的にはザ・ミッドレンジというデッキで、除去あり生物ありプレンズウォーカーありというデッキになっています。特徴的なのはエクスタスが採用されている点で、除去や防火で使えるクリーチャーが多いということで、これらのカードを使い回せるようにしているのが面白いですね。さらに6マナ一気にはオニキス教授が採用されていて、試合が長引いた時も適切なカードを引きに行けるようになっていますね。まあザ・ミッドレンジというデッキなので、根本原理にはどうしても不利がついてしまうのですが、アグロやミッドレンジにはしっかりと戦えるようになっています。はい、ということで実際にどんな感じで回るのか試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら先手、まあいいハンドですね。ただまあスカイクレイブの亡霊があるということで、まあ白マナをもう1枚引いていきたいかなと。相手はゴルガリのスクライランドからスタート。さあとりあえず、踏みつけを構えていきましょう。おお、これはゴルガリアドベンチャーですかね。結構珍しい、最近はそんなに当たらないデッキですね。さあそしてトライオームを引いてくる。これでまあエクスタスもスカイクレイブの亡霊も、キャストできるようになったということで、まあかなり流れはいいですね。さあ相手は、メインで無邪な行動をキャストしていく。お、これはまあトライオームのタップインを処理して呪文縛りからいきましょう。はい、これはどうするかな。正直これエッジウォールの停止でもいいですね。停止を3マナにすることによって、まあ、相手の動きを、制限することができますね。あとは、まあ、できればこちらの墓地を食べられないうちに、相手の何でも除去っていきたいですが、まあ、エクスタスを見せる前にしっかりと、難敵を倒していきたいですね。さあここも除去、まあエクスタスはちょっと出したくないんで、そのままターン渡しますかね。エクスタスを出すとまあ、相手の残忍な騎士が刺さってしまうので、まあちょっと受けの展開にはなりますが、これはそのままターンを渡していくのが丸そうかなと。あと1マナ来れば、エクスタスプラス喪失の宿で動いていきますが、お、それは強い。こうなると、お、もう1マナはない。除去っておきますか。まあ、スカイクレームの亡霊はどちらかというと、相手の難敵に使っていきたいかなと。トライオーム。うん、まあサイクリングよりは置いていきますかね。一応オニキス教授まで入っているデッキということで、さあ3マナで停止からの騎士団。はい、無情な行動。これはまあエクスタスから行きますか。エクスタスから行って、でまあこっちのメインで無情な行動を停止に打って、さらに、まあ、サイコスの巨人でいいですかね。うん、さあサイコスの巨人を回収して、で、まあ、相手が、3マナ以上のクリーチャーを出してきた場合はペスカツで、まあ、一応エクスタスも、復活できるようにはなっていると。まあ、難敵をどういうタイミングで出してくるかにもよりますが、お、ここで出してくる。これはめちゃくちゃありがたいですね。もうサイコスの巨人でいきましょう。さあ踏みつけからのサイコスの巨人。これでまあ墓地にエクスタスが残った状態ということで、ペスカツがめちゃくちゃいい感じの、動きをしそうですね。まあ難敵を出してきてくれたのがだいぶでかかったかなと。さあ飛行ロック通って残り16点。
からワンドロー、うん、これはどっちを使っていきますかね。まあクロックを増やすという意味ではサイコスの巨人でいきますか。うん、さあ踏みつけで摂取クリーチャーを除去ってから、さらに、まあ4-3を出していきましょう。まあなんだかんだこの4-3はだいぶクロックとしては強いので。そして獣、これはかなりペスカツが刺さるいい的が出てきましたね。殴ってこない、なるほど。そしてエクスタスも引いていく。まあ、こうなるともうだいぶ有利な感じですね。さあ8点クロック入って残り3点。相手は、まあ、サイコスの巨人を除去ろうとすると2点飛んでいくので、もう1回探索する獣を。ただ獣は、まあ、スカイクレーブの亡霊でも除去れますし、お、無駄な行動。さらにペスカツ、あ、おっと、ここで投了ですね。オーケー。さあ、やっていきます。こちら後手。これは即キープですね。まあ、相手はおぼしデッキということで、まあ、おそらく、ティムール、アドベンチャー、もしくはティムール、ルーカのどちらかかなと。さあ、森から、そのままターンを渡してくる。まあ、9割型サイコスの巨人構えかなと。さあ、平地からの。うん。サイコスの巨人ですね。まあ、巨獣出してもうちょっと微妙なんで、これはそのまま、はい、ターンを渡していきましょう。さあ、残り18点から、はい、サイコスの巨人。まあ5マナ使って4点なんで OK でしょう。さて、まあ一旦教授から入りますか。教授からまあランパンを持ってくることによって次土地を引けなかった場合でも、しっかりとマナを伸ばしつつ、2マナの行動をしていくことができますね。さあグーワの小道からここも構えて、いや、はい、まあ、カウンター構えですかね。さあとりあえず殴っていきますが、まあランパン打っていきますが、まあ、ここをカウンターされたくないですね、どちらかというと。ただまあさすがにランパンにはカウンターは打ってこなさそうな気はするので、まあランパンからいきましょう。さあ止まってくる。ここにカウンターを使ってこないですね。まあさすがに。さあ沼から、そのままターンを渡していく。相手はこれでまあ結構動きにくくなっていますね。さあ。トライオームタップインからそのままターンを渡してくる。うん。まあ明らかにこれカウンターを構えてるんで、まあ別に無理に動いていく必要はないですね。踏みつけも無常な行動2枚もあるんで。借りて、はい。まあこれには踏みつけを打っていきましょう。まあだいぶ相手のハンドは分かりやすいですね。さあ、6マナ目から。停止、はい。停止から何もない。まあ無常な行動打っていいでしょう。さあこんなところにカウンターを使うのかどうか。うん、まあ予言カードを触ってるんで明らかにカウンターですね。さあここはそのまま通してターンを渡していく。うん、まあ5マナあるということで、サイコスの巨人かバルキーかで迷いますが、ちょっと相手の反応も確認したいのでバルキーから行きましょう。まあここにカウンターを使ってくる可能性は全然ありますね。はい、
集団の予測で、カウンターしていく。まあここは邪教を構えておいた方がいいので、巨人は出さずにそのままターンを渡していきましょう。さあさらに土地追加からルーカ、うん、ルーカでプラス、おお、サイコスの巨人は強いですね。はい、踏みつけで、まあ、クリーチャーを除去っていくと。ただルーカはもうそのまま、ペスカツで追放できるんで無問題ですね。さて、おお、ただその停止は強いからの骸骨の巨人でワンドロー。ここで止まってくれるとありがたいが、もう一枚アドベンチャークリーチャーがいるかどうか。おお、それは強い。さあさらにアドベンチャークリーチャーからドローを進めていく。さて、まあエクスタスプラス無情な行動で停止を除去りながらクリーチャーを回収していきましょう。まあさすがに停止は残しておけないということで、まあただこれトップでルーカを引かれるとちょっとだけというか、まあ裏目ですね。さあエクスタスから教授を回収して、この土地はまあ置きますか。さあ、まあルーカ引かれてもちょっときついですし、コーマを素引きされててもちょっと厳しくなりますね。さあここはアタック、これブロックしますけどね。まあペスカツがあるんでここで借りて、はあ、うん、まあこれでヴァルキーが戻ってきて、まあ一応相手の反動を確認していくと。借りて、なるほど。まあ一応飛行クリーチャーをブロックできるようになるんで悪くはないですね。7マナ、まあエクスタスプラス骸骨の巨人でいきますかね。オリキス教授はまあ次のターンからでもいいかなと。これ一応ブロッカーを立てながら、まあターンを渡していくと。ただまあ相手はオボシュ回収からそのままキャストまでいけるんで、とりあえず6点はそのまま通っていきますね。オリキス教授だとオボシュは除去れないんで、まあ教授からルーティングしてどうにかしていくしかないかなと。お、巨人もアタック。はい、再位置を取りつつ6点入っていく。ただまあ相手の借り手はヴァルキーで、お、ここで投了、ちょっと早い気もしますが、うん、 OK。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。